親父っていうのは同じことを何度も繰り返すもんであります。説教も気づけば同じことを繰り返しってのもたまにある。しかも本人が言ったことすら気づいちゃいない。年は取りたくありません。さて次回はそんな記憶力がなくなってきたおじさんのための勉強法、最強の勉強法を求めて第1回ポモドーロテクニック。忘れてほしいことって意外にみんな忘れてくれないよね。